さあ次からじゃない。最初からなんだ。俺は死んだ。かいわれ和尚だからさ、かいわれ和尚にしてるからなんかしょうもない素材だから、素材が変わるのかね、キャラによって。これにしよう。社長室長は取ってください。社長室長がかいわれ和尚がゴミ、あでもっとゴミのやつがいたよな。ちょっと考えよう。この子可愛くない？私にはあなたの未来が見えます。裕福な家庭に生まれ、実は社長令嬢。あんな未来も可愛くない？私の美貌でみんなメロメロよ。お米、あ、お米バーガーが作れるのか、こいつだと。え、これ強そうだな。あ、これ前回スパイ勇気なさくか。くそー。マスタード G にする？ニューヨークでナンバーワンのホットドッグメーカーだった。普通に強い、ニューヨークでナンバーワンのホットドッグメーカーとか普通に超有能だろ。しかもハンバーグとか、ハンバーガーとか近くない？別に、いけるでしょ。マスヒロ。マスヒロにするか。うわ、マスヒロだ。100店舗って結構やべえな。いらねえアドバイスなんて。シャレと普通だな、マスヒロ。よし、黒いサブです。こいつがちょっと、こいついいよな。なんかちょっと俺っぽいんだよな。ちょっとさ、ここで爆死した。一番いないところはないよな。せめて、東区か、ここは行くね、ここ。ここ結構並ばだと思うんだよ、この駅前。まず、この月星区からミルダム第1号店が生まれる。あ、ここに生まれてやがる、誰かの店が。うぜえ。なんでここなんだよ、りによって。あいつ、潰してやるからな、ちょっと。もう一回。え？マスヒロマジか、それ本当だろうな。つくった。どうなんここ。あ、お前めっちゃいいところじゃん、ここ。何ここ、お前信用できそうだな。マスヒロ山手区の駅前だぞ。絶対ここは、確かにここ確かにここはいい。ハンバーガー作んないといけないんだ俺は。まずこのハンバーガー消す、実は消す、だろ消す。まずは俺ミルダムバーガーで、ちゃんとパンに直接塩をかける。だがかけられません。だって言ったら言うか、ケチャップがあれば食えるだろ。ケチャップに塩コショウする。まずミルダムパンから始まらないといけないんだよ、病気なんだよ。ミルダムパン、ちょっとさ、何が一番強いのか決定しようぜ。決め手にかけるバーガーだと思います。なるほど、マスヒロはそう思うか。いや俺もなんかね、ちょっとな、決め手がない気がする。この開発に100万かかってんだ。このパンの開発に100万かかってんだぞ。牛肉ぶち込みます。魚フライぶち込みます。カモのフライぶち込みます。塩コショウしましょう。コショウ少々やって、陸海空
陸海空、ちょっと陸海空、覚悟したいな、どうしよう。さて、大地と、大地と、点々がない。で、そっから先は、なんかそれぞれ想像力が試される。大地と、あれ人、いや、すごいセクシーだろ。想像力が試されるから。いや、高級バーガー作りてー。高級バーガーほんと難しいんだよ。クソ貧乏人しかいない。いや、でもこうやって、ここはさ、都心だぞ。金持ちがいるはず。これ高級サーロインバーガーを入れて、高級サーロインと、サーロインぶち込むだろ。これさ、塩コショウしてないとかそういう罠だったと思うんだよな。これデミグラスソース入れて、シーズニング力が試される。塩だろ、塩だろ、上段と下段に塩、塩だろ、醤油だろ、あ、塩、間違えた、胡椒だよ。ちょっとやって、さらにちょっとペッパーソースをすってやって、でバジリコ入れる。完璧。どうこれ。白胡椒も入れると、これだ。これ見るため本社にして、いや、これ新見るため本社だから、で再現を作る。再現も作ろう。これ600円。見るためは金かければいいと思ってんだよな。で、再現の方はちょっとね、パッティ 60g でいこう。タイヤじゃんこれタイヤだろこれ食べたい。いやー、食いてーくねーな、これ。いや、これさ、一口だったら食べたい。別に肉食いてーって時に一口だったら食べたい。でも多分もう一口でもう嫌だってなる。ちょっと待って、これは俺のねセンスが大事。塩コショウをして、いや、これもバジリコ入れて、オリーブオイルを全体に入れて、ペッパーソース入れるじゃん。うん、ちょっと醤油入れるか。ちょっと醤油入れよう。やべえ、やべえ、ビルって感じじゃないな、俺な。ハイパーヨーヨーにしよう。再ゲームズ作りたいんだけど、フィレ肉にするか。あ、これにしよう。似てるだろこれ。どっちが強いんだろう、再ゲとプンレク。唐辛子はいかないだろう。オリーブオイルぶっかけて、ペッパーソースかける。あ、辛っ、やっちゃったか。ちょっと醤油かける。これだよ。サイゲームス。サイゲ本社ビル。
対決が行われるな。ちょっとさ、ポークとチキンとフィッシュを使いて、あれ使ったわ。ポーク使ってねえな。ビーフカレー作ったから、ポークバーガー作りたい。俺ポークバーガーはさ、なんかもう、照り焼きしか浮かばねえんだよな。ポークパーティーだろ？いや、どう考えてもレタスなんだよな。レタスに、オリーブオイルをレタス垂らしちゃう。どうよこれ。食材費53円だって。いや、これはうめえ。これはうまいぞ。豚の死体。何が売れるか分かんないからな、別に。何が売れるか分からない。何が足りないな、バーガー。いや、何言ってんの。全てが足りてるよ。全てが足りている。豚の死体バーガーください。ちょっとビーガン作ろう。ビーガン売れてたからさ。なるほど。ゴミだ。ちょああ、いや普通にサンドイッチでさ食べれるよねこれね。ね、ビーガン的にマヨネーズなしかな。なしだよな。ビーガンソース食えねえじゃねえ。あ、ケチャップならいける。ケチャップか。もうビーガンはケチャップでも食ってろよ。え、待って、シーズニング、待って、これ難しいな。塩コショウはいけるな。トマトに塩かけて。あんまりできないな。オリーブオイルってあり。オリーブオイルはありだよな。なんか動物に触れてないものってなんか割とオリーブオイルもトマトに入れたすんか、垂らす。いや、ビーガンに寄り添、いや、ごめん、ビーガンに寄り添わせて。さすがにビーガーバーガーにしよう。ビーガーバーガー2。このバーガーは美味しくなさそうなバーガーだと思います。俺もそう思う。いや、でも普通に美味しいだろ。ケチャップの部分がさ、マヨネーズだったら普通に食えると思うんだよな。ちょっと朝マックしよう。朝ミルダム、朝ミルダムしていい？卵のグリルとベーコンと、いや待って、これ朝見るダメだわこれ。いや、どうしようって。いや、朝見るダメなってるな。ニンニク、嘘。そう、これコーヒーとセットにしようぜ。チーズでいいと思う？いや、朝っぽい。朝っぽくない？朝でしょこれ。ローソン、パン入れちゃうか。これだな。これにしよう。マヨネーズな、はい。いや、ケチャップかな。いや、サウザーにしよう。よし、朝ミルダムできた。
卵に塩コショウだけして、モーニングミルだろ。モーニングミルダムブーグ400円。朝から400円も、待って、いくつ作っとる今、いくつ作っとる、やばい、ミルダムパンだろ、あれふざけんなよ。あ、よかった、ぴったりだ、モーニングミルダム。よし、作ったぞ。なんで減ってるんだ、いいとこの立地なのに。見れない方しゃべると最後、友だ俺だよ。え、豚の死体売れすぎだろ。だって、ビーガーバーガーっつうとモーニングミルダムバーガーかなり売れてる。え、ミルダムパンめっちゃ売れて、ミルダムパン、ミルダムパンめっちゃ売れてるんですけど、一番売れてるぞ。ミルダムパン売れすぎ。いや、くそー、マジかー。え、ミルダムパン待って、ちょっとこれ。200円にしてもいいじゃん、130円を。で、高いんだよ。安くないか、これ。逆に600円で、これ。ほら、サーロインが3枚入って630円だぞ。安いだろ、これ。家に帰ってばらせばいいじゃん。豚の死体もこれ300円。いや、250円。いや、うまくいってんのに買える必要ない。10円値上げだ。ビーガンバーガーは200円。モーニングミルダムバーガー、まあまあ売れてたな。高いな、これ。明らかに。値下げる。よし。ちょっと待って、ミルダムおしゃべりも終わった。ハイパーヨーヨーも終わり。くそ、300万無駄にした。最後のおしゃべり終わり。最初は仕方ない。難しいんだよ。ちょ、ミルダム立て直せねえかな。いや、サーロイン使いてえけどな。ちょ、さ、ちょ、か、じゃ、ちょ、で、これ、あれだ。同じよ、じゃ、フィレ入れりゃ、これ、フィレ入れりゃいいんじゃないこれ。和解。歴史的和解だよ、これ。すげえ歴史的和解が。さすがに間にちょっと任天堂が入んないといけない気がする。任天堂ってなんだろうな。あ、いや、ニンテンドー入れようぜ。キノコだよ、マリオだから。マリオだからキノコ。てかさ、普通にしいたけありだろ、これだったら。普通にありだろ。あ、しめじ、しめじ。いや、マッシュルームか、これ。これありでしょ、これ。これ絶対ありだ、これ。俺、間にこうマリオでを入れて、俺、ニンテンドーにより和解。え、これマッシュルームだな。もうデミグラスソースでお召し上がりください。これは始まった。カロリー少なくないか、426だって。ほら、塩コショウしてやるよ。ほら、ほら、バジリコもかけてやるよ。ほら、オリーブオイルもかけてやろう。ほら、よし、行くぜ。ラブ&ピース。サイバーミルダムバーガOK。 いや、サイバーミルダム素晴らしいな。ハイパーをちょっとリニューアルした。地味じゃねえだろ。あと一個、もも肉。あ、
うまそう。なるほど。チー牛、チー牛、チー牛にしよう、チー牛。はいはいはい、はい、待って、チー牛になり、チー牛どうしよう、チー牛どうしよう、あとくー、チー牛にあと何入れよっかな。野菜系かで玉ねぎかな。いやー、これは迷いますね。玉ねぎかな。いや、これうまいだろ。お、来た来た、これこれ、お、伝説のバーガーが誕生した。いやー、どうしよう。ねえ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 、マヨネーズじゃダメかな。チー牛バーガー、チー牛。よし、これは来たでしょ。サイバーミルだ。いや、チー牛売れてる。え、もう、もう2名。お、すげえ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 。値段の安くしたことによって、え、てか、ミルタムパンが、お前、パンにさ、ケチャップ入れただけのやつがさ、いやー、しょぼいな。これ、セットメニュー作んなきゃ。セット4つ作れるから、これ、サイバーミルタムパンがダメだ。倒産だ、これ、サイバーミルタム、もう、友倒れだ、友倒れ。これは友倒れでしょ。